どうもこんにちは。いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回成し遂げていくキットはこちら。ガンダムマーク5。プレミアムバンダイから2021年4月15日に発送が始まったばかりの新作ムンムンキット。箱の大きなキットですが、ファッツ先輩と比べると半分ぐらいですね。ランナー数は20と最新マスターグレードにしては控えめな気がしますね。ゲームで大体でかいビームサーベルはガンプラでもめちゃでかい。その他インコム用のリード線、メインカメラやセンサー用のシール、ニューデサイズのエンブレムが際立つデカール。そして取扱説明書、以上がガンダムマーク5の内容品となりますね。ご覧の通りパーツが大きめのものが多く、組みやすい印象を受けました。成形色は非常にいい色合いをしており、パチ組でもしっかりとマーク5のカラーが出ますね。ま、個人的にはもうちょい濃いめのブルーが好きですけども、それぞれのパーツもでかいんですが、パーツだけでなくこのキット、マーク5自体もでかい。というのもガンダムマーク5の頭頂高は 22.8m、ファッツの 19.8m、XS ガンダムの 21.7m を上回るノッポさんなんですねー。ガンダムマーク5はドーベンウルフの原型機ということで、言われてみればどっかで見たような足。ドーベンウルフは作ったことないですが、以前作ったドーベンウルフの回収機、シルババレとサプレッサーと同じような形状をしていますね。パーツ数は約400、余剰パーツはほぼなく、ポリキャップ数ことアンテナのスペアだけと無駄のない内容品となっておりました。デカ顔面かっこよすぎー。キットを作ることでよりモビルスーツへの理解が深まりますね。これ作るまでインコムがどっから出てるとかあまりわかっていませんでした。武装はバックパックのサーベルとインコムのほか、ビームライフル、シールド、マイクロミサイルランチャー。マイクロミサイルランチャーはつけるつけないも選択できるので、ミサイルいる派もいらない派もにっこり。組み上がっていくガンダムマーク5、このヘッドをつければ完成だー。ま、マーク5の首が折れたー。え、普通そこは折らんやろって？わかるけど、君の言ってることもわかるけど、今マーク5は泣いているんだ。仮組完成です。かっこいい。白とブルーの成形色もバッチリですね。待望のガンダムマーク5のキットか、長い月日がかかったこともあり、非常にいいキットに仕上がっているんじゃないでしょうか。ミサイルはハッチオープンだけでなく、角度も動かすことが可能。フロントスカート、リアスカートそれぞれ稼働させることが可能。バックパックの大きな筒は実はビームサーベル兼、ビームキャノン。肘関節は装甲とフレームの間に空間があり、この空間の中で動かせるようになっているので、より自由なポージングが取れるように。さらにさらにバックパックのインコムは展開可能。付属の線を使えば射出を再現できますね。今回はこのキットに、ガンダムオンラインのスペシャルカラー、バトルオペレーション2のモールド、この2つを盛り込んだドリーム仕上げにしていきたいと思います。まずはラインチゼルを使い既存モールドの掘り起こし、今回は 0.2 ミリを使用しております。スピンブレードを使い掘削モールドの作成、ガイドテープで直線の新規モールドを掘り起こし、適当に切り取ったプラ板を微調整、速乾流し込み接着剤でペタリ。はい、そこそこ再現できてるんじゃないでしょうか。型だけで1時間以上かかりました。よくわからんジャンクパーツを切り飛ばし、胸部装甲にペタリ、なんだか悪そうな感じになりました。シールドは非常にシンプルなモールドだったので、バトオペのモールドの他プラ板であちこちに追加装甲を施し、モールドの変換点にはピンバイスでメタルパーツ用の穴を開けたよ。マイクロミサイルランチャーのハッチはすべて繋がっているため、プラスチックのコでそれぞれを分断し、切り口が若干荒くなるのでしっかりと処理、それぞれ独立してオープンできるようになりリアル味がアップ。ちなみにこれはと言ってあのフォロワーがやってたのをパクリも骨折した首は接着剤で補修。気になる合わせ目箇所はほぼほぼありませんでしたが、脚部のこの箇所だけ少し気になったので、段毛使い段落ちモールドを作成。ガンダムマーク5はでかいので、それに合わせて段毛も 0.6 ミリを使用しました。作成した段落ちモールドには、さらにくっきりするようにラインチゼルでダメ押し、ビームサーベルの先端が丸みを帯びているのでヤスリがけ。でかいがゆえにパーティクルラインもえげつなく、ほぼ全面にヤスリがけ。洗浄します。
本当はぬるま湯でやるのが油分が取れて一番だと思うんですが、熱湯で洗浄して大失敗した時の記憶が頭をチラチラ。塗装していきましょう。まずは塗装道具の手入れから。塗料をびっしり受け止めてくれる第一フィルター君を交換。吸収管もちょいちょい交換してるよ。エアブラシも手入れしておきましょう。もちろん使用後は毎回手入れしておりますが、それでも油断ならないのが塗装。抜けない。塗料が固着して抜けませんでした。やはりエアブラシの手入れは大事。ニードルをきれいに拭き取り、さらにタミヤさんから発売されている別売りの手入れ道具を使うよ。こちらをケツから入れてゴシゴシ、ライフルの手入れ、銃口投資と似たような感じですね。ちなみにエアブラシは3個使い回しており、理由は清掃の時間を短縮するため、白専用、クリア専用ブラシを設定することで清掃が最低限で回せるんですね。手入れはバッチリ、塗装していきましょう。まずはグレーのサーフェイサーで下地塗装。グレーのサフ拭きをするのはメイン走行部分と、レッドに塗装するパーツ、ゴールドに塗装するパーツとシルバーに塗装するパーツはアルティメットブラックで塗装。武装パーツはヘキサフレームガンメタルで塗装。ちなみにメタリック塗料はこちらのメタリックマスターで希釈しております。フレームカラーはシルバーとアルティメットブラックを調色したもの。今回はシルバー感を強く出しました。メイン走行部分はグランプリホワイトとアルティメットブラックを調色したもの。ブラックはガチのブラックにすると他の色と合わせるのが難しく、浮いて見えそうだったのでやや灰っぽくしました。レッド部分はガンオンのレッドを参考にサザビーレッドにマルーンを混ぜ、やや小豆色っぽい赤に。逆にミサイルの弾頭ははっきりした赤に。ゴールドはブライトゴールドを使用。厚塗りはせず黒の下地を活かした重厚感ある塗りに。さらにシルバー部分にはこちら、ブイッテアで話題の新商品。ガンダムマーカー EX 使っていくよ。さらにこちら、ガンダムマーカーエアブラシシステムを使用しより綺麗に塗るよ。オープンなエアブラシシステム。内容品はこのようになっており、なになに、まずはガス管に調節キャップをつけます。何やら入りませんね。押し込みながら回すのかな？ちょ、エアーが止まりませぬ。こういう時は、指で押さえます。ダメでした。なんやかんやでいけました。エアホースをつなぎ、マーカーをインクが出るまでプッシュし、ブラシにセット、準備万端です。いきなり塗るのは怖いので、すべてを受け止める懐の深さ、ヘビーアームズで試しましょう。はい、右が普通のシルバー、左がガンダムマーカーメッキシルバー EX ですね。初見プレイだったので若干ムラありますが、それでもえげつないギラつき。いざ実践外はがっつり塗り中はほどほど。おお、素晴らしいきらめき。普通にマーカー塗りでも結構綺麗になるそうなので、なかなかいい商品なんじゃないでしょうか。黒いボディということでご覧の通り墨入れしても効果が薄いですね。ということで今回はマスキングによる塗り分けをマシマシ。こういった丸い形状のマスキングにはこちら、円形マスキングシール。ご覧の通り円形にカットされているマスキングシール。S、M、L、XL サイズがあり、0.2mm 刻みで円のサイズバリエーションがあるので、マックスサイズの 7.6mm 以内の円なら大体対応可能。はい、こんだけマスキングしました褒めてくれ。ダークグレー、シルバー、ゴールド、レッドでそれぞれ塗り分け。忘れてました。ビームサーベルはクリアホワイトで根元だけ塗りグラデーション感を演出。続いてクリアを吹き付けヤスリ跡をなくすよ。これまでは筆で塗っていた円形状の塗装、円形マスキングを使えば綺麗な上、楽なのも丸。続いて付属のデカールを貼っていくよ。黒は筋彫りが見えませんが、デカールが際立つのはいいですね。ニューデサイズのエンブレムは本来左足に貼るものなんですが、筋彫り入れてるため、シールドに貼りました。デカールに切れ込みを入れることで気泡を抜いております。スーパースムースクリアで艶消し、いよいよ大詰めです。機体カラー的にデフォルトのグリーンメインカメラでは違和感が出るので、赤いラピーテープを作業台に貼り、その上に付属シールをペタリ。カメラ部分を切り取り、レッド版メインカメラを作る寸法です。あらかじめブラックに塗装しておいたメインカメラ部分に切り取ったレッドテープをペタリ。いい感じです。センサー部分も同様の手口でレッドにしました。レジン液を塗布し、UV ライトで硬化、据え置きのやつにいつもは入れっぱにしてましたが、
これでも十分らしい。その他の削り込んだ部分にもレッドセンサーを施し、メタルパーツもここでペタリ。最後にガンダムマーカー EX で塗装したバーニアをつければ、完成です。成し遂げたぜ。マスターグレードガンダムマーク5ガンオンスペシャルカラーバトーペモールドオンドレアスエディションでした。今回黒の塗装してみましたが、たくさん彫り込んだ筋彫りがほぼ見えてないの悲しいですね。インコムのリード線は少しきつて、一回だけ曲げるといい感じになりました。黒い機体の難しさを学ぶとともに、ガンダムマーカー EX 円形マスキングと収穫もありいい回でした。ちなみにマーク5のデカさはこんな感じで、ガンだけ144分の1です。それでは今回はこの辺でー。